届き陸上競技場。届き陸上競技場は、神奈川県川崎市中原区の届き緑地内にある陸上競技場。球技場としても使用される。施設は川崎市が所有し、公益財団法人川崎市公園緑地協会が指定管理者として運営管理を行っている。日本プロサッカーリーグ、J リーグなどのサッカー大会。 日本陸上競技選手権大会などの国際陸上競技大会などが開催されているほか、川崎市民への個人利用開放も行われている。日本陸上競技連盟第3種公認の陸上競技場で収容人員は27,495人、J リーグへの届け出場は26,827人。二千七年の改修時までは日本陸連第二種公認だったが、 2008年の第92回日本陸上競技選手権大会の会場決定を受け、川崎市が10億円を超える予算で改修工事を行い、補助陸上競技場を400メートルの全天候補装トラックに改修した上で、日本陸上競技連盟の第1種公認競技場として再認証を受けた。その後補助競技場が第4種指定となったために、第1種公認から外れている。 施設面積は35.048メートル。メインの陸上競技場は400メートル8レーンの陸上トラックと天然芝のフィールドを有している。2階席の下には室内用の走路もある。バリアフリー設備としては正面入り口のスロープ、メインスタンド端のエレベーター、多目的対応トイレなどの整備が行われ、メインスタンドや バックスタンドの1階通路前などに車椅子用の感染ペースが確保されている。ただし、階段を使わないと上がれないバックスタンド2階席はバリアフリー非対応である。また、バックスタンド2階席にはトイレや売店がない。2015年3月の改修では新メインスタンドのトイレに一方通行の動線を作るなどの工夫がなされた。15部の間に全員が 観客席まで戻れることを目標として設計したという。2005年12月3日の2005年 J1 最終節でフロンターレを下したガンバー大阪が初の J1 優勝を果たした。この試合、試合終了間際にアラウージョがゴールを決めた際、ガンバのサポーター数十人がゴール裏、サイドスタンド1階席から陸上トラックに侵入してアラウージョと抱き合って喜んだため、 以後のフロンターレの試合では、バックスタンドや、両サイドスタドの前に、可動式の柵が置かれるようになった。最多入場者数記録は、長らく2005年3月12日のフロンターレ対、浦和レッズ戦の24,332人だったが、10年後の2015年4月12日の、フロンターレ対レッズ戦で24,992人、その翌年2016年4月24日の、 フロンターレ対レッズ戦で25,450人を動員し、2年続けて同じカードで最多観客動員数を更新し、同年6月25日のフロンターレ対大宮アルディージャ戦はカシマントラーズの勝敗結果でフロンターレのファーストステージ優勝が決まる一戦ということもあり、過去最高の最多観客動員数の26,612人を記録した。 とどろき陸上競技場の建設は1965年に発足した日本サッカーリーグ JSL の創世期に重なり、同競技場は JSL の公式戦会場としてしばしば利用された。特に東京都稲城市と川崎市多摩区にまたがる読売ランドを練習拠点として1969年に設立された読売サッカークラブは、 東京都内の国立霞ヶ丘競技場や国立西ヶ丘サッカー場等を中心にしつつ、とどろきでもホームゲームを開催した。1983年の第19回 JSL では11月27日に行われた一部リーグ最終節で読売クラブが初優勝を飾った。1993年の日本プロサッカーリーグ J リーグ発足時には 読売クラブが改名したベルディ川崎がホームスタジアムとして使用したが、とどろき陸上競技場の観客収容数は約1万人弱で、従来の JSL から激増した観客数への対応は全く不十分だった。また、ピッチに付設された天然芝の剥がれや枯れを隠すため、緑色に塗装した砂をピッチに散布した。鹿島アントラーズの J リーグ参加を実現するために、 新築された茨城県立鹿島サッカースタジアムを除けば当時の J リーグの各本拠地スタジアムの整備状況は大差はなかったが人気チームであったベルディのチケットは入試困難なプラチナチケットとなり地上派での全国テレビ中継も多かったベルディ戦を通じてとどろきの貧弱さが知れ渡ったさらにベルディは J リーグ発足前から 東京都への移転を希望していたが、J リーグの基準に合うスタジアムがないという理由で、川崎市、きを本拠地としたという事情もあって、ベルディ側は東京都内への移転強行、さらには、親会社である読売新聞社の渡辺恒夫社長が J リーグ脱退、新リーグ設立をも主張するほど強硬な姿勢だった。その圧力もあり、 川崎市は1994年から1995年にかけて観客席の改築2万5000人収容へ拡大大型映像装置の設置を行い引き止めに動いた歴史武士を参照。ただしベルディはこの年まで3年連続出場したチャンピオンシップでの主催試合をいずれも東京都内の国立霞ヶ丘陸上競技場で開催した。この頃から ベルギーの観客動員数が減少に転じ、渡辺が年間20億円を超える赤字を理由とした読売新聞社の経営撤退、それに伴う予算縮小と人気選手の対談、そして成績悪化という悪循環が続いて、ベルギー戦でのスタジアムは空席が目立つようになった。なお、1996年には鹿島アントラーズが11月9日のリーグ最終節。 30節に、とどろきで、ベルディゼロの子で大敗したが、2位だった、横浜フリューゲルスが敗れたため、この競技場で、リーグ戦の年間初優勝を決めた。読売新聞が撤退した1999年、経営の立て直しを図るベルディは再び、東京都内への移転構想を発表した。同年発足の J2 リーグに、フロンターレが参加し、 川崎市の支援対象はこちらに移行したこともあり、今回は移転が実現した。フロントアーレが J1 に昇格した2000年シーズンでの川崎ダービー、当日開催を経て、2001年からはベルディが東京都へホームタウンを移転し東京議場からは撤退、調布市に新造をされた東京スタジアム2003年より味の素スタジアムの故障を利用を本拠地とする。 東京ベディ1969となった。川崎市は、ベルディの移転を容認した一方、今後のとどろき陸上競技場でのベルディ、主催試合開催を拒否することになった。その後、ベルディとフロンターレは2005年と2008年に共に、J1 リーグで戦い、ベルディは、両年のリーグ戦2試合、及び2005年の山崎ナビスコカップの1試合、計3試合で、アウェイチームとして、とどろきで、 フロンターレと対戦している。ただし、株式会社読売ランドの完全婚会社である、株式会社読売サポートサービスはその後も、とどろき陸上競技場の芝生管理を受託し、2011年には J リーグのベストピッチ賞を受賞し、公述、過去の悪評を払拭した。1997年に、川崎フロンターレが当時は、ジャパンフットボールリーグ、 QJFL 一部の富士通サッカー部を母体にしたプロクラブチームとして発足し、とどろきをホームタウンとした。富士通は競技場の最寄り駅である武蔵中原駅前の川崎工場が創業地かつ現在の本店等基地で川崎の地元企業という性格を持っていたが、プロ化の前段階として1996年に富士通川崎フットボークラブと解消するまで、 トドロキ以外でのホームゲーム開催が多く、市内での宣伝活動は、プロカと共に始められた。フロンターレは2000年に J1 に昇格し、すでに翌年からの東京移転を発表していた、ベルギとの公式戦4試合がすべてトドロキで開催された、川崎ダービー。リーグ戦は、ベルギの1勝1分、ナビスコカップ準々決勝は、フロンターレの1勝1分。なお、 フロンターレは2001年から J2 に降格し、2001年からベルギが東京都へホームタウンを移転したため、川崎ダービーは2000年が最後となった。また、フロンターレが2005年に J1 へ昇格するまで、東京議場で J1 の試合は開催されなかった。その2005年には J1 リーグ最終節、第34節で、フロンターレがガンバ大阪に2から4で敗れ、 ガンバの初優勝を許した乱入については前期。フロンターレは、川崎市と、轟取き競技場を重視する姿勢を続けたが、1年での J2 降格もあって、観客増加のペースは当初は鈍かった。しかし、2005年の J1 復帰後は2006年、2008年、2009年のサンドリグ戦で2位に入り、2013年にはレッツに続いて、 リーグ2位の65得点を誇る攻撃陣の頑張りで終盤8試合で7勝を挙げ3位になったため2007年2009年2010年2014年はとどろきで AFC チャンピンズリーグ ACL の試合も実施されたチーム成績の上昇とともに観客動員も増加し1試合で2万人以上の動員をたびたび記録するようになっている また2008年には署名運動を受けた川崎市による再整備計画が示された施設整備計画の不死を参照。2016年 J1 リーグ年間勝ち点第2位でチャンピオンシップ出場権を獲得し、準決勝で同3位、第1ステージ優勝のシマ・アントラーズを迎えたが0から1で初戦敗退を喫した。そして、 2017年12月2日には、ホームとどろきでのリーグ最終節で J1 での初優勝を決めた、後日。会場以来、ライブ会場として使用されたことはなかったが、川崎市出身のバンド死者ゃもが、初のスタジアムワンマンライブとして、東京議場を会場に選定。2018年7月28日に、死者ゃものお夏祭り、ただいま、川崎2018として、 開催予定だったが、本番当日の台風12号接近のため、中止された。その後、2019年5月18日に、ロッテアイス、総の CM 撮影として、事前に募集した、全力合奏部と称した、高校生エキストラ約千人、およ人、及び広瀬鈴との共演の形で、同競技場でのライブが行われた。年の内務省の轟きの、 都市計画に基づき、整備中の轟緑緑地内に1964年より、陸上競技場の建設が開始され、1966年より、共用を開始した。メインスタンドに観客席が配置され、バックスタンドとサイドスタンドは、芝生が張られた。轟緑緑地の整備の進展に合わせ、1968年に、競技場の外周道路が整備され、1969年に、 競技場前、広場が整備された。当初より多目的競技場として、陸上競技の他に、トラック内の芝生コートで、サッカー、ラグビー、アメリカンフットボールといった、競技場としても活用された。1981年には、メインスタンドの一部に、屋根が設けられるとともに、サッカーラグビー兼用のスコアボードが設置された。1993年より、 ベルディ川崎が東京議場を本拠地としたため、前日収容客数拡大のための改築が行われた。1994年や秋にサイドスタンドを立ち見に、バックスタンドを2層スタンドに改築し、1万6000人収容となった。1995年にゴール裏を2層式に改築して2万5000人収容となった。また、オーロラビジョンを北側サイドスタンド、 特典掲示ができる電光掲示板を南側サイドスタンドにレゾレ設置した。日本リーグおよび J リーグ開始当初は第3.4コーナー付近の北側サイドスタンドに磁気反転。チーム名表示は手書きパネルスコアボードがあったが、回収で取り壊され1995年の仮オープン時はトラックに仮設の電光特典板。これもチーム名表示は手書きパネルを設置した。 川崎市が 2002FIFA ワールドカップのサッカークロアチア代表のキャンプ誘致を目指し、芝生の全面張り替えやスタンドの一部改修などを実施したが、このため、戸取機は2001年10月から翌年2月まで閉鎖された。結局キャンプ誘致には失敗した。その後、トヨタカップや FIFA クラブワールドカップに出場するクラブの練習場としても使用された。 2011年度の J リーグアウォーズでは初めてベストピッチ賞を受賞した。また、2020年に行われる東京オリンピック及び東京パラリンピックについて、川崎市は横浜市や慶応義塾大学と協力して2016年2月8日に覚え書き、2017年3月21日に協定を英国イギリスオリンピック委員会、 ボア及び同国パラリンピック委員会との間で交わし、2019年4月24日には、川崎市とボアが正式な利用契約を結んで、2020年7月から9月にかけて、オリンピックのイギリス選手、チームギガバイトの陸上競技、サッカー7人制ラグビー各チーム、及びパラリンピックのイギリス選手団の陸上競技チームが、とどろき陸上競技場を使用することになった。 2008年、川崎市は、とどろき緑地再編整備検討委員会を設けると、川崎フロンターレは、サポーター有志らと、とどろき陸上競技場の全面改修を推進する会を発足させ、22万1216人の署名を集めた。約2年間をかけて、関係各方面での検討が行われた結果、川崎市側がこのほどまとめた。 新総合計画家は先再生フロンティアプランの2011年から2013年計画に、とどろき陸上競リ場の再整備などが盛り込まれることになった。計画では、とどろき陸上競技場を建て替え、3万5000人収容の新スタジアムとすることなどが掲げられている。整備計画は以下の通り、改修にあたっては、 J リーグ各会場のスタンドやスロープの角度が測定され、さらに 1998FIFA ワールドカップ決勝会場のスタッドドフランスやプロ野球広島東洋カープの本拠地マスデズムズームスタジアム広島が参考にされた。なお当初はトラックのレーンをレンガ色からフロンターレのチームカラーの青色に変更する予定であったが、日本陸上競技連盟から この大会が出場選手選考会となる北京オリンピックと同じ選手の慣れ親しんだ色にしてほしいと要請を受けこの時の計画は一旦断念されたが2019年に第一種公認陸上競技場復帰へ向けたトラックの舗装改修工事にて川崎 F からの要望を受け入れてブルートラックへ変更する工事を行い同3月に改修が完了した工事この メインスタンドとバックスタンド、サイド部分が途切れた部分、スタジアム全体の南西側に高さ九メートルの防風壁を設置し、直線を走ってゴールに向かう選手や跳躍を行う選手への向かい風、弱めようとした。メインスタンドは高齢者や子供連れの家族が多いことから、下層部は傾斜を緩やかに設計され、さらに子供をステージで遊ばせられるファミリーシートや、 二人一組のペアシートなど、J リーグ初の席手が採用された。一方、上層部は徐々に傾斜が急になるように設計されており、トラック部分まで競り出したスタンドからの眺めは、圧巻である。完成したメインスタンドを見た、中村健吾は、カンプノーみたいと呟き、川崎フロンターレ関係者は、ありえない光景と共感した。バックスタンドについては、当初は、 上記の通り、第2期大規模改修の時に整備する予定になっていたが、AFC チャンピオンズリーグ、ACL に、フロンターレが出場した場合、アジアサッカー連盟の取り決めで、AFC 主催の国際公式戦に出場する、クラブのスタジアムの観客席は、背もたれが30センチメートル以上あること、ACL の場合は5000席以上、AFC カップの場合は3000席以上の、 背もたれつケースが必要。立ち見、芝布席は、使用負荷が2017年から厳格化されることになっており、現在のスタジアムでは、バックスタンド、及びゴール裏スタンドの1階席の1402万人分の背もたれが設けられておらず、このままでは、使用負荷となる可能性が高くなるため、同市長、福田則彦は2016年10月17日の、 定例記者会見で2階席のもたれ付けの座席1243席と1階席のバックスタンドの一部の背もたれなしの1席を交換して回収費約1000万円程度で回収する意向を決定し12月上旬から着工2017年1月末までに終了することを目指している福田は第2期回収との二重投資にならないように 必要最低限の予算でご理解いただけるのではと、している。このため、2017年度のシーズンシート販売に、際して ACL 進出が決まった場合は、バックスタンドホームエージ有席及びバックスタンド社一席の大半が使用できなくなる、ことによりシーズンとの販売可能席数が2016年度のシーズンシートの販売実績を下回ることになるため、この箇所に関しては、 シーズンシートの感染対象から外す処置を取ることにし、代わって、カップ戦、ACL、または、J リーグ YBC ルバンカップの、グループステージで使用することができる、全席共通の500円割引優待券をつける、ことにした、なおシーズンシートは ACL 及び J リーグ BC、ルバンカップのノックアウトステージ、並びに天皇杯全日本サッカー選手権大会については、 元々から対象とはしていないが、購入特典として天皇杯を除く、カップ戦対象の先行入場券、及び SSS、メイン SS 指定席、バック SS 指定席のチケット購入者を対象とした、当該席種と同じ座席の入場券の購入権利が与えられている。その後、アジアサッカー連盟に対し、今回の一部座席交換工事と、 第2期大規模改修の計画が進行中であることを踏まえ、今回の工事箇所以外の座席の使用について認めてもらうよう交渉した結果、2017年度の ACL に関してはバックスタンド1階席全体の使用が認められることになった。これは2018年と2019年の ACL でも同様となった。2017年5月末、川崎市は トースタジアムの第2期整備の基本方針案をまとめ、2020年ルールと言われる J リーグの新しい要項に沿って、収容人員を3万5千人程度に増やすものとしており、バックゴール裏の1階席を改修、2階席はそのまま残した上で、新たに3階席を設け、すべての観客席を個別背もたれ付きの屋根付きにする。まず6月12日から約1ヶ月。 市民からの意見を求めるパブリックコメントを募集し、2018年3月に整備計画を策定。2020年度以後の着工を目指すが、大会の中断などがないように、段階を追って工事を行えるように検討していくという。このほか、ハエが吹き抜けるため、陸上競技の公認記録の影響も考えられることから、南側の走路に風対策を施すほか、 バリアフリー対策も進めていくとしている。また、2019年3月には、イギリスのオリンピック・パラリンピック選手団受け入れ、前期に備え、日本陸連の第一種公認を再取得するための関連工事が完成した。陸連の新規定に応じて、トラック走路の幅を変更し、7人制ラグビーの練習に備えたラグビーポストの設置も行われた。一方、 フロンターレの要望もあり、2008年の改修では断念したトラックの青色化も実施された。以下、突起なき記述は川崎フロンターレ公式サイトの観戦ガイド、外部リンクによる。所要時間はいずれも目安。なお、東急大井町線轟駅は、スタジアム所在地、神奈川県川崎市中原区、轟とは、 多摩川を挟んだ対岸の東京都世田谷区とどろきに所在する駅であり、アクセスには適さない。以下、突起なき記述は、フロンターレ公式サイト内の、観戦ガイド、外部リンクによる。所要時間はいずれも目安。このほか、川崎駅西口のラゾーナ広場バスターミナルからは、上記の東急バス側31系統。 溝の口駅方面駅や川33系統の市民ミュージアム業が、とどろきグランド入り口を経由するが、フロンターレ公式サイトでは案内されていない。とどろき緑地の南側の小杉十字路では、国道409号、府中街道と神奈川県道45号、中原街道が交差する。と緑地内には3カ所の駐車場があり、東駐車場、 道158台は、バックスタンドのすぐ裏側、市民ミュージアム前駐車場、道323台は道なりで約1トル離れた場所、南駐車場、道71台は、五助会館とどろきの裏手に位置する。かつては、正面入り口に、中央駐車場、収容可能乗用車数135台があったが、とどろき球場の再整備工事に伴い閉鎖され、 代わりに東駐車場がフロンターレ線開催時には関係者専用となっている。このように収容台数が減少傾向にあることからフロンターレでは観客に自動車ではなく公共交通機関での来場を呼びかけている。なお、車椅子利用者向け並びにバスで来場の団体客向けの専用駐車場は事前予約制にて設定している。タクシーは 武蔵小杉駅北口からの利用が可能で、フロンターレの公式サイトでは競技場まで1000円前後、所要7分と紹介されている。なお、競技場のメインスタンド正面に面した2車線の、指導は、試合時に通行止めとなり、選手バスなどの限られた車両のみが進入できる。自転車での来場には、2013シーズンより、フロンターレの試合開催時は、 轟き緑地内プール横に臨時駐輪場を設けている。緑地周辺は比較的平坦な地形で一部に旧堤防の名残の坂がある玉川の堤防場に整備された玉川、サイクリングロードなどを利用した長距離移動が可能である。なお、同ロードは同競技場をスタートホールとする川崎国際玉川マラソンの会場をともな最長で ハーフマラソンのコースが設定されている。川崎市の北部、西部と南部、東部をつなぐ川崎中間高速鉄道、川崎市へ地下鉄計画を2005年に見直した際、一期整備区間の中に、とどろき緑地駅を設置し、小田急小田原線、小田急多摩線、同線との直通運転コースをありの新百合ヶ丘駅、途中で、 東急電園都市線宮前平駅を経由や無差し、小杉駅とつなぐ案が、川崎市から提示された。これは、同協議場やとどろアリーナなどのとどろき緑地内閣、施設への利用客を取り込もうとした計画で、とどろき緑地駅は、同協議場から最も近い鉄道駅、1km 以内、になっていた。しかし、2012年度をもって、 川崎縦貫高速鉄道の会計が廃止され、この計画は事実上頓挫した。詳細は川崎縦貫高速鉄道の記事を参照。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。